あとそうそうそう、ご当地フラペチ、スタバ？スタスバタだバ？ね。ご当地フツスタバってやつがありまして、そう、山口県ね、めっちゃ可愛かった。名前がめっちゃ可愛いんですよ。重ねちょるご抹茶フラペチーノみたいな感じの名前、可愛くない？ね、普通に飲みたい。ごまが入ってるんですよ。すごい美味しそうだった。私も飲みたい。本当このために帰ろうかなって思うレベル。ふぐは逆に、でも逆に北海道がね、面白くてね、トウモロコシだった。面白かったですね。トウモロコシ意外じゃない？気になる。ムンチースタータワーありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ムンシ、山口県で有名なフルーツはかな、夏みかん、とかですね。あ？って感じ。フルーツあんま、なんかこれ有名とかはあんまないかも。山口、ほんと夏みかんかな、フルーツだと。フルーツだとそれで有名なのはフグかな。そう、山口はフグ味な、フグ、山口はごまだった、和風だった。瓦そばも有名。でもそばがフラペチーノ、やばくない？ね、じゃんね。ういろうはちょっとダメだったのかな、小豆系ね。確かに言われてみれば、ういろうの入ったスタバとか飲んでみたかった。あんこ、あとなんかそのういろうがちょっとさ、ちっちゃくなって入ってる的な、ゼリー的な感じで入ってるのも絶対おいしくない？そう、確かにそういうのも飲んでみたかった。宮城県はずんだだって。いいね。あとなんかどっかがさ、すごいさ、グラデーションがさ、綺麗なのとかあったよね。みたらし味美味しそうね。石川とかどんな感じなんかな。なんかさ、金粉入ってたりすんのかな。すごい、もうご当地って言ったらスタバって出てくる。これどこのだろう、めっちゃカラフルなやつあった今。これ書いとけばいいや。これ書こう。ほうじ茶か、神奈川。ゆうな好きそう。神奈川のめっちゃ可愛くない？サマーブルークリームフラペチーノ、綺麗。これ見て。何？
ブドウホワイトチョコレート山梨見てみよう。なんか色がめっちゃ綺麗なところかな。あ、かわいい、かわいい、ピンクでかわいい、めっちゃ映えじゃん。山梨ててってなんだろう、方言かな、ね、そのさ、ご当地のさ、スタバさ、ちゃんと名前に方言入ってるの可愛くない？ててててぶどうホワイト、可愛い、めっちゃ美味しそう。富山のスイカも気になるな。大阪の、あ、ここだ、これだ、滋賀のさ、ビワブルーシトラスクリームフラペチーノってやつ、めっちゃ綺麗、色合いがね、めっちゃ可愛い、これ夏ね、夏って感じね、ネーミングセンスだね。回りたいね、ほんと。そこにしかないの、やっぱり。でしょう、多分ご当地だっけ。うん、広島県内のスターバックス店舗って6月30日からだ。あ、うん、いや、私あれ徳島のも美味しそうだな、すだち。うん、あるわ。カステラコーヒーもある、長崎カステラコーヒー、すご。うーん、あとね、個人的にね、飲む旅したい、個人的には普通に沖縄のあのね、チンスコーの入ったね、やつがめっちゃ美味しそうだった。美味しそうでございました。これだ、おいしそう、おいしそう、かわいい、熊本めっちゃかわいい。ザクザクビスケットバイ&チョコレートフラペチーノね、おいしそう。あー、日向夏もめっちゃおいしそう、宮崎。おいしそう、うんね、確かにくまモンじゃなかった、くまもとはくまモンにでもかけてるんじゃない、色合いとか。ちょっと黒っぽかったよ、チョコ。うん、確かに岡山で、ね、岡山デーレーフルーツサンシャインフラペチーノね、わかる、めっちゃ気になる、美味しそう。サンシャインマスカットかな、サンシャインは。私が一番飲んでみたいのは山口の、そう、山口の。でも山梨のもすごい気になってる、正直。あと沖縄のもが飲んでみたい。なんかね、ガリガリ君もさ、なんかいろんな県のやってるじゃん。で、沖縄のやつのチンスコー味があったんだけど、それがめっちゃ美味しくて、ガリガリ君のやつが。だからね、フラペチーノにしても絶対美味しいと思うんだよね。だから沖縄のも食べてみたい、飲んでみたい。でも山口のも飲んでみたい、持って帰ってほしいな。でも持って帰ったらさ、もう溶けちゃってる、やだやだ、なんか帰る機会あればいいのにな。なんか場所でね、値段ちょっと上がり下がりはあるみたいだけど、基本だいたいね一緒だよ。でも7000円内でだいたい買えますよ。うん、あ、でもだいたい同じ値段かもしれない。
同じ値段だわ。だいたいテイクアウトで669円で、店内で食べるのが682円、ちょっとだから700円以内で、普段のフラペチーノと同じくらいだわ。お取り寄せなさそう。うん、そう、店内だってもう県内の店舗でしかって書いてあるよ、それぞれの県の店舗で販売しますみたいな、でなくなり次第終了ですっていうね。え、ほんとしばらく混みそう。んー、あとスタバが本当に好きな人はあれだね、なんかあの行ったりとかしそうだね、夏休み使って。我々平民はてんてんてんて。いや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 、うーん、なんかね本当に送ってもらえたりができたらいいのにね。うん、現実的に行けそうなのは本当東京、神奈川、千葉、埼玉あたりまでが限界かな。ねえ。ね、お取り寄せ完全なんか何かしらね、新技術搭載しないと無理だよね。あー、太陽タワー、これかわいい、ケンちゃんタワーありがとうございます。うんね、ねえ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 ね、スタバはね、あのね6月30日からだって。楽しみ。東京のやつさ、なんか東京って感じしないね、東京って感じするから、神奈川とか千葉あたりから攻めていきたいな、飲めるようになったら。本当だ、今日755私5時してる。なんで私おはよう、今日もいい一日中って送ってんだろう。ごめん、確かにそうだね、本当にごめん。それは一日王です。はい、うん。いや遅刻、これ多分これほんと朝起きてすぐ打ったんですよ。結構あの視界がぼんやりとしてる中だからですね、やっちゃったやっちゃった。はい、今日も良い一日中。しかも送るを遅れてなかったってっていう、いろいろ誤字してますね。誤字多すぎて慌ててたのが読み取れますね。そう、あ、いい一日になりました。はいね、遅れてなかったっていうのもなんか遅れてるのね、漢字間違いだね。うん、遅れてなかった、びっくりした、遅れてなくて、遅れてないと思って、遅れてなかったみたいって言ったらなんか変な変化になってるね。ああごめんね、これはごめん本当に。
りびっくりびっくり。気をつけます、本当に。メールもごじってた？もしかして。メールはちゃんとなってるんだよね。謎だよね、確かに。鼻かわいいでしょ？今日のメール。5時多かったよってメール？嘘、5時してたかな。いや、メールはごじってない。また再送したからね、だって再送したもんね、字間違ってたから。わな可愛かったでしょ。そう、ミューディーンの方が作ってくださったコップに入れてるんだ。ちょっとちっちゃいお花がね。大きいお花は普通の花瓶に入るんだけど、ちっちゃいお花がね、花瓶じゃちょっと、花瓶にはちっちゃすぎて、お花が本当に。だからコップに入れてます。そう、大体の人はね、なんか打って確認して送ったら絶対間違いはないんですけどね。そうそう、お酒飲み用のコップなんだろうけど、今だけあのもうお花たちがもうね、さよならしたら使います。今日ちょうどそれこそあやなんさんのね、あやなんさんからのタンプレが届いたところなので、はい、余裕のある日に。今日届いたから。瓦そばの有名なお店はね、瓦そばの有名なお店は高瀬ってところ、うん、よね、うん、が有名です。アイナさんにお礼伝えとこう、改めて。うん、でも髪型もうちょっと切りたいなとかも思っちゃう。いけない。でもこの前のショールームでなんか切らない方がいいって人が多かったから悩むけど、多分切る多分切るな、このまんまだと。
そう、参考にするだから、はい。参考にしますだったんで、あの時も。髪色はね、アンケートしてないんですよ。そう。ですね。で、今日ちょっとショールーム早めに終わろうと思います。見るからなしで。はい。え、宇都宮で餃子食べたって、いいなー。餃子大好きなんだよ。そう。明日はするから、ぜひ皆さんお越しください。私はどんな餃子がお好みか、普通の餃子が好きですね。 どんな餃子、って何の種類が、あ、水餃子とかってこと、揚げ餃子、焼き餃子ってこと。何分まで配信ですかって、本当はね30分くらいで配信終わろうかなとか思ってたんですけど、そうけどね、まあ30分になったらランキング発表して終わろうかな。はい、私は普通に焼き餃子が好きで、今まで食べた中で一番美味しいなって思った餃子が、代々木にある、大きい餃子があるんですよ。ジャンボ餃子ってやつ。もう、そう、代々木駅からすごい近いんだけど、そこの餃子をね、めっちゃ前にこっちゃんと2人で食べに行ったんです。美味しすぎて追加注文したもんね。一つが大きいんですよ。だから、あ、で、一皿に5個入ってくるんですね、それが。そう。で、水餃子と焼き餃子両方あって、両方とりあえず1個ずつ頼んで、一緒に食べた、シェアして食べたんですけど、羽根付きじゃなかった。けど、両方美味しくて、でもやっぱ焼き餃子の方が個人的には好きで、焼き餃子をまた2皿追加して頼んで2人で食べたんですよ。めっちゃ美味しかった。どのくらいの大きさ、なんか普通の焼き餃子、普通に市販の焼き餃子の2倍の大きさかな。1つが普通の市販の焼き餃子2つぐらいの大きさです。市販の餃子2つで、そのジャンボ餃子1個分の大きさとか、そんくらいかな。すごい美味しい。おすすめ、私はお酢につけて食べる派になった。お酢に胡椒を入れて食べる派ですね。あ、おっきい餃子かな。美味しいんですよ。美味しかった。あ、でっかい餃子ってところです。醤油ね、使わなくなった、なんか。コッサの食べ方真似して食べてたら、なんか全然それでもありだなと思って、最近は。そう、酢に酢胡椒で食べるようになった。でっかい餃子ってところです。本当に すっごい分かりやすい場所にあるよ。なんか代々木駅出て左側の道進んでったら、もうすぐでっかい餃子っていうね、文字があるんで。
しかった。あ、行ったことある。美味しいよね。気になる方はぜひ。あとお持ち帰りもできるんです。だから、ニンニクどうだったっけな。まあ普通にニンニク入ってたと思う。あ、ツーなんや。過ごしようってツーな人が食べる食べ方なんや。代々木はね、渋谷とか近いよね。渋谷のさ、明治神宮、あ、山手何々公園、原宿か、原宿のさ、原宿降りてすぐある神社、どこだっけ、神社だっけあれ、天満宮、神社神社なんだっけ、明治神宮だっけ、あれ明治神宮なんだっけ、まあ、すごいなんか、あ、明治神宮であってそう、そう、そこの大きい庭園って言ったらいいの、うん、森みたいな、うん、すごい森林が、そこを抜けてったら遊戯だもんね、もう、うん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 、一回迷子になってあそこ歩いてて分かんなくなっちゃって、出口とかで、とりあえずめっちゃ歩いてったら遊戯に出て遊戯駅から帰ったっていう思い出があるんですけど、うん、そうですね。あそこマジで迷子なんない？何回か行ったことあるんですけど、そう、毎回なんか分かんなくなる。めっちゃ歩いた本当に。うん、そうだね、反対まで行ったってことです。まあ反対まで。うん、あれ本当になんか不思議だなって思う。明治神宮のあのたくさんさ、緑が豊かじゃん、あそこだけ急に。そう、人口なんだって。でも人口に見えないな、すごい。確かにパワースポットって感じ。急になんか癒される、すごい。うん、新大久保には行くでしょうって。なんかね、やっぱこういうご時世になっちゃって、そう、行く機会がすごい減った。前まではほんと週1ぐらいで行ってたんですけど、ちょっと盛ったね盛ったけど、すごい行ってたんですけど、多い時はほんとそんぐらいってぐらい行ってたけど、なんかね、こういうご時世になっちゃって、あんま外出もできなくなっちゃって、でほんと行く機会がすごい減った。あ、そうそう、人がすごく多いのもあって、そう、本当にね、なんか行く機会は減りましたね、やっぱ。で、岩っていうあのね、知ってる。あそこも私多分デビューしてすぐに行って以来行ってないと思う。チームメイト初期面をみんなで確か行ったんですよ。大人の方が連れてってくださって。そりゃ。
ったぐらいです。ほんとでは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 、年金発表したいと思います。あるよ、今は言ったこと、うん、それ以来言ってないって話です。そう、でもね、岩さんのお弁当めっちゃ好き、すごい美味しくて感動したの覚えてる。なんかご飯がめさいんから、ジャムさん13位おめでとうございます、ありがとう。そして11位がジュンジさん、11位おめでとうございます、ありがとう。そして10位がヌーコーパットマーク、ミュー大好き、ありがとう。しびちかえよ。そして次9位がゆいゆアットマーク、30日神奈川フラペチーノ早速行ってみます、お休みで、ぜひ私も行きたいな、機会があれば。はい、9位おめでとうございます、ありがとう。そして8位が松ぼっくりアットマーク、眠たいけど明日お休みゆっくりするって、ゆっくり、うん、しっかり寝てください。はい、8位おめでとうございます。そして7位がひでじろアットマークミューディーさん、7位おめでとうございます、ありがとう。そして5位が、あ、じゃあ6位が SS173、 6位おめでとうございます、ありがとう。そして5位が月日アットマークミューディーさん、おいちゅっかえよ、かんさんだ。で順位が少し変わりまして、13位に最高のフィナーレアットマークミューディーし、シップサムいちゅっかえよ、かんさんだ。そして4位がムーンアットマーク千葉エリーさん、おめでとうございます、ありがとう。そして3位がケンちゃんアットマーク山口県のお菓子と料理はおいしいよね、わかる、私も山口県の食べ物好き、さあおめでとうございます、ありがとう。そして2位がグレッグアットマークオメグ中毒&ミューディリラが作ってくれたやつ、2位おめでとうございます、ありがとう。そして1位がドンニアットマークのっぽさん、ミューディじゃないけどミューが好き、聞いてるよって、ありがとうございます、1位おめでとう。じゃあ10位から読んでいきます。ジャムさん、地名だっけこれ、違うか、翔平でいいのかな、翔平、翔平くん、ココに海海さん、手をせやさん、ウィンパディさん、体にピースさん、ナンナ48さん、アスラヒデチ、ビッグママさん、科学先生 XD さん、ミキトさん、マラーン、パンジさん、ユーシュンさん、マコさん、ミウ、ガールフレンド、シリセカンドさん、ココさん、キャスバル、トンチャクさん、カックン、井上義弘さん、はい、皆さんありがとうございました。いきます、はい、どうしよう、どうしようかな、
一発目一発目三発目以上、ありがとうございました。じゃあ皆さん、今日はありがとうございました。またね、おやすみ。チェジェオグンナイカーラテリソードカオンガ、おやすみなさい。明日の配信時間はさーてさてさて、おー、ねー、そうだなー、微妙。なんかできるなーって時間がね、めっちゃお昼めっちゃお昼って感じで、多分あれかな、23時にしとこうかな。でも23時がもしかしたら難しいかもしれないので、そしたらまたちょっと遅れますって言います。今のところ23時にしとこうと思います。はい、じゃあ皆さん、ネイルパン夜半しぶっとパンソンへようこパジセオチャルタトリミニーダー、そしてトモローショールームアーツ、11ペアモチプレイズよろしくお願いします。では皆さん、また明日、今日見てくださってありがとうございました。またねー。